上村吉郎から1942年1月24日は沖縄県出身の政治家、実業家、衆議院議員、琉球政府で行政副主席を務めた上村幸太郎は長男。串子川紛り天然愛で代々自当代を務める上村家の上村幸吉の長男として生まれる。1889年沖縄県人情師範学校を卒業し、 帝国大学農科大学実家で学び、1892年に卒業した。1894年、沖縄県属に就任。その後退官し、1898年、沖縄県農工銀行創立委員となり、1899年に設立後、監査役に就任。同年、ジャハラ・ノボレラと沖縄クラブを結成し、自由民権運動に加わったが、 1900年、農耕銀行重役改選において支配者層につき、取締役に選出された。串川村会議員、沖縄県会議員、琉球座と社長、沖縄毎日新聞社理事、沖縄協立銀行専務などを務めた。また、中上軍組合立農事試験上長を務めるなど、果樹、園芸、畜産の経営も行った。1912年5月、 沖縄県最初の衆議院議員選挙に出馬したが、落選。1924年5月の第15回衆議院議員総選挙で沖縄県第3区から出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。ありがとうございます。